どうも、猫先生です。今日もみんなで哲学を楽しく学んでいきましょう。今回は哲学史、中世哲学の代表的な哲学者、ボエティウスが無実の罪で処刑される牢獄の中で書いた哲学の慰めっていう本を紹介していきますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。私たちの人生では、努力をしてやっと地位や名誉、安定した収入を得ることに成功しても、突然の不運とか身近な人物からの裏切りなどによって一瞬にしてその全てを失ってしまうっていうことも決して珍しいことではないかなっていうふうに思います。そして今回猫先生がこの、ボエティウスを取り上げようと思ったきっかけっていうのは、私たちがそんな時にどうやって自分の不運に打ち勝っていくのかっていうのを考えるヒントとして、とてもボエティウスの思想が役立つと思ったので、ぜひ皆さんに知っていただきたいと思ったからです。またこの動画のタイトルである自由意志と全知全能の神は両立するのかっていう問題なんですけども、これは哲学の中でも人生の中で個々の人々にとっては変えることができない運命があるとしたら、私たちは本当の意味で自由であり得るのかっていう問題として捉えられたことですね。あるいは現代では科学が発達して、私たちの心が脳が生み出す物理的な現象に過ぎないっていうふうに考えることも一般的になってきました。そんな中で、もし私たちが物理的な現象に過ぎない脳によって物を考えているんだとしたら、私たちの持つ自由の意識っていうのは本当に存在するのかっていう問題として、哲学の中では長年考えられてきた非常に大きなテーマの一つでもありますので、ぜひこの動画を見ながら、自由意志と、運命や神の概念、そして科学が明らかにするような人間の物理的な存在としての側面というのが本当に自由意志の存在を脅かすものなのかってことを考えるきっかけにしてもらえたらなっていうふうに思ってます。まず簡単にボエティウスがどんな人だったのかを紹介していきましょう。アニキウス・マンリウス・セウリヌス・ボエティウスは475年に生まれて、525年頃に亡くなったローマ帝国末期の哲学者です。ローマの名家に生まれ、アテネで最高の教育を受けた当時のエリート中のエリートでした。そんなボエティウスを最後のローマ人にして最初のスクラ学者っていうふうに呼ぶこともあります。彼の哲学上の業績としては、古代ギリシャのアリストテレスの書物をギリシャ語からラテン語に翻訳したっていうことが挙げられます。ボエティウスのおかげでギリシャの哲学がその後西洋で支配的になるキリスト教と結びつくことができたっていうふうに言えるでしょうね。そういう意味でギリシャ哲学とキリスト教の架け橋となる哲学者として、中世哲学の中でも重要な人物として捉えられています。ボエティウスは学問面でも優秀な人物だったんですけれども、政治の分野でも当時ローマを支配していたゴート族の王テオドリックに認められ、30代で執政官という要職に就き、後に元老院の議席を得るまでになります。そしてボエティウス自身の息子たちも同様に執政官の職に就くっていうような大変な大出世をしたわけですね。そんな順風満帆に見えたボエティウスの人生ですが、東ローマ帝国と緊張関係が高まる状況の中で、テオドリック王への反逆の疑いをかけられます。無実を主張しますが、投獄され、拷問の末首を絞められ、殴打をされ処刑されたっていうふうに言われています。非常にね、救いのない最後だったわけなんですけども、そんな人生の幸運から不運へと瞬く間に変化したボエティウスが、獄中で自らの死が迫る中で書き残したのが、この哲学の慰めっていう書物です。哲学の慰めは散文と詩を交えた形式で書かれた作品で、独房で自らの運命を嘆いているボエティウスの前に、女性の姿をした哲学が現れて、運命と神についての対話が描かれています。真理や知恵を描く姿として、女神アテナをはじめとして、真理とは女性であると考えてみようと語ったニーチェまで、女性が選ばれるのは興味深いですね。
男性にとって最も遠くにありながら最も求めてやまない絶対的なるものっていう意味で、まあそのイメージがぴったりとするのかもしれないですね。さて、女性として現れた哲学は、運とは車輪のように回転するものであり、止めるものが次の日には貧困に陥ることも決して驚くことではないというふうにボエティウスに語ります。そして人間はしばしば気まぐれで移ろいやすい運の中に自らの幸福っていうものを求めてしまうんですけども、真の幸福っていうのはそういった外的な要因によって決まるのではなくて、自らの心の内にあるもの、つまり心の状態であるっていうふうに言います。このように自らの努力によってどうすることもできない不運に振り回されるのではなく、自らの心の中の平穏によって幸福を目指すという考え方は、すでに、この哲学との哲学シリーズの中でストア派の哲学として取り上げてますので、ぜひね、そちらの方も気になる方は概要欄の方から動画を視聴してみてください。女性の姿をした哲学はボエティウスに真の幸福は神、そして善を信じることにあると言います。この考え方はプラトンのイデア論を踏まえたもので、神とはキリスト教的なものというよりはイデアの中でも最も本質的な善のイデアを意味しているようです。そしてプラトンが学問や人生とはかつて人間がイデア界で見ていたイデアを思い出す過程であるという早期説をなぞるように、富や名声といった移ろいやすいものを失うことを恐れるのではなくて、より本質的なことは人間は自分の状況をどのように捉えるか自分で選ぶことができるっていう心理をボエティウスに思い出させていきます。しかしここでボエティウスは全知全能の神っていうものを信じるならば、神は私たちは次に何を行うかっていうことも完全に知っており、私たちが何を行うかもあらかじめ決められているっていうことになり、私たちが自分で何かを選択することなど不可能ではないかっていう疑問を哲学に対して投げかけます。その問いかけに対する哲学の答えは、私たちには確かに自由な意志っていうものが存在していて、神は私たちが何をするかを全て知っているけれども、私たちの運命が決まっているわけでは決してないということを言います。その理由は、神が時間の観念を超越した存在であり、神は私たちのように時間を過去から現在、未来へと流れるように捉えるのではなくて、全体として知っているからだっていうことを述べています。これはつまり、私たち個々の人間にとっては、自分の状況を決める自由はしっかりと存在しているんですけども、同時に私たちの選ぶ選択っていうのは、すべて神によって見られているっていうことを意味しています。ボエティウスが最後にたどり着いたのは、ストア派やプラトン哲学を経て、幸運や不運に惑わされるのではなくて、全知全能の神が常に私たちの選択全体っていうのを見ている中で、自分の心の在り方を自分自身で選ぶという心理でした。自分自身で平穏な心を選択しつつ、それは絶えず神の厳しくも愛のある眼差しに見守られているっていう心理は、キリスト教徒であるボエティウスにとっては救いだったんじゃないかなっていうふうに猫先生は考えています。さあ、それでは神を信じない人にとっては、このボエティウスの哲学っていうのは意味がないのかなっていう疑問が当然あるかなと思います。しかし、この考え方は、私たちが自分自身で立てた規範に従っていく自立、オートノミーの問題を考えてみると、より一層身近に感じられると思います。キリスト教の研究においては、私たちの選択はすべて神によって見られているので、私たちは善なる行動をしようとするという、倫理的な考え方がたびたび登場します。例えば19世紀の社会学者のマックス・ウェーバーは、このような全てを神によって、知られてるっていうキリスト教的な倫理観が資本主義の発展に非常に大きな影響を与えたと、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神という本の中で分析しています。このキリスト教的な倫理観をカントはさらに発展させて、一人の人間の内側の出来事として選択する自由な私と、それを監視し、倫理的に律する私が存在するっていう考え方へと発展させていきます。これがカントのオートノミーと言われる問題なんですけども、
ちょっと、難しいので、少し例え話をすると、私たちは子供の頃っていうのは親とか周囲の人の言うことを聞いて、その人たちの判断に基づいて行動していきますが、次第にこの判断の主体を自らの中に見出して、誰かに強制されるのではなく、自分自身で自分の倫理的な判断のもとに行動を選択していくようになっていくっていう姿を考えると理解しやすいかもしれませんね。また、新入社員を例として考えてみるならば、新入社員は最初は上司の判断とか、上司の監視の目を気にしながら仕事を覚えていくっていう側面があるんですけども、次第に自らの中に判断や仕事の倫理観っていうのを内面化させていって、最終的には誰に言われるのでもなくて、自分の判断で仕事を進めていくってことができるようになると思います。社会人にとってはこの方が、カントのオートノミーというのを理解する上ではイメージしやすいかもしれませんね。さて、このように考えてみると、神を信じない人でも、カントのオートノミーに見られる自分自身の内なる神、自律を自分自身の中で持つことで、自分自身の倫理観を常に私たちが見直しながら、自分に降りかかる幸運や不運にとらわれず、自分自身の人生を自分で肯定するっていう生き方が見えてくるんではないかなっていうふうに猫先生は考えています。さて、この動画を見ていただいて、ボエティウスについてもっと知りたいと思った方に何冊か本を紹介したいと思います。詳しくは概要欄の方から見てみてください。まず、この動画でご紹介した、ボエティウスの哲学の慰めという本なんですけども、1938年に畑中役が、1969年に渡辺役が出ています。2冊とも絶版なので、古本で安いものが出ている時に購入するか、蔵書数の多い図書館や大学図書館で借りてみることをお勧めします。漢字は旧字体ですが、現在でも十分読めるレベルで、ボエティウスの散文、詩の美しさを味わうことができます。そしてですね、猫先生がもう一つお勧めしたいのはペンギンクラシックスから出ている英訳版です。こちらはペーパーバック版が1000円台で購入できるので、和訳が手に入りづらい状況でも比較的リーズナブルな値段で哲学の慰めを読むことができますので、ぜひこちらの英訳本の方も検討してみてください。ボエティウス以外の著作ではストア哲学の人間観についてもうちょっと知りたいなっていう方には、ローマ皇帝として自らの政治生活の中での心の平安を求めたマルクス・アウレリウスの自省録を特にお勧めしたいと思います。この本はたびたび読み直すと自分の心を穏やかにするのに非常に役に立ちますので、猫先生のお勧め本としてちょっと、検討してみてください。そしてマックス・ウェーバーのキリスト教分析について知りたいなっていう方は、このプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていう本がありますので、ぜひこちらの方も参考にしてみてください。カントのオートノミーの議論についてもう少し深く知りたい方は、石川文康先生っていう方が書かれているカント入門が前提知識なくカントの倫理思想を理解できるので非常におすすめです。そして入門的な内容が理解できたら、カント自身がオートノミーの議論を展開している道徳刑事上学の基礎付けっていう本を読んでみるといいと思います。カントの訳に関してはたくさん出てるんですけども、特に初心者でも読みやすい解説が、充実しているのが、この宇都宮先生の訳なので、まあちょっと文庫版よりは値段が張るんですけれども、ぜひ宇都宮先生の訳をお勧めしておきたいと思います。最後に、ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひこの動画の感想やご自身の意見などをコメントいただければ幸いです。皆さんと一緒に楽しく哲学をしていただけたらと思っています。動画の投稿はなるべく毎日行いたいと思ってるんですが、結構編集に時間がかかってますので、アップロードする時間はなるべく19時に投稿したいと思っています。なので、ぜひチャンネル登録の方もお願いします。Twitter マシュマロでの質問も募集していますので、概要欄のリンクから気軽にお願いします。では、猫先生の哲学動画、次回もお楽しみに。お疲れ様でした。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は、右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。